everyone. This is Toki. カナダにケベック州があります。ケベック州ポンティアックにショービルという小さな村があります。そこで起きた不思議なお話なんです。ケベック州は地図で赤くなっている部分です。1885年、今から135年前、この小さな村ショービルに女の子9歳のディーナは到着しました。ショービルで農場を経営するダッグ夫妻のもとへもらわれてきたのです。ダッグ夫妻、ご主人ジョージダッグ、奥さんスーザンダッグです。夫妻のもとにはすでに3人の子供がいました。長女メリー5歳、次女エリザ・ジェイン4歳、そして末っ子は男の子のジョニー、まだ18ヶ月の赤ちゃんでした。この3人の子供たちとは別に孤児の若い男の子ディーンという子を農場で雇っていました。まあ、住み込みで雇っています。農場は、まあ、昔は特に人手が足りないんですね。ですから子沢山の農場主はたくさんいたんですが、その子供たちがまだ5歳や4歳なので、その子供たちの面倒を見てくれる女の子ということでディーナはもらわれてきたのです。まあ、家のすぐ外に農場があり、夫妻はそこで朝から晩まで働いていました。その間ディーナはその夫妻の子供たちの面倒を見ながら家のことをするようにと言われました。とても家族のようになっていったそうです。すごく歓迎してくれて、本当の子供のようにディーナを扱ってくれました。実はディーナには、まあ、産んでくれたお母さんや実際のお父さんがいるんですね。そこによくディーナから手紙が来ていて、とても楽しく暮らしていると書いてありました。ところがディーナが来てしばらく経った後、家のすぐ外に動物の毛のようなものが散乱していたり、木の枝が積もっていたりしたそうです。それがですね、みんなあまり気にせず暮らしてたんですが、連続でそういったことが起きるようになり、夫妻はあろうことか自分たちが雇っているディーンという男の子の仕業だと思い込んでしまったんです。それですぐ近くに住む判事の家に夫妻は男の子を連れて一緒に出かけました。まあ、判事は当時裁判ではないんですけれども、どちらが悪いと決めるような仕事についていたんです。それでその男の子に質問しました。君がやったのかと。君がやったのであれば正直に言いなさい。正直に言えば叱ることはしませんと言ったんですね。しかし男の子は僕じゃありませんと一生懸命言いました。でその判事の家から帰ってから男の子はもうこの家にいたくないと言い始めたんです。1週間もしないうちに男の子は忽然と姿を消しました。そして二度とその家に戻ってこなかったそうです。男の子がその家を去った後、しばらくは平和な日々が続きました。ところがある日、突然ディーナの叫び声が家中に響いたのです。慌てて夫妻がディーナの元へ駆けつけると、誰かが私の髪の毛を強く引っ張ったと主張するんです。数本の髪の毛が抜けていました。この時夫妻はディーナはわざと自分たちの関心を自分に引きつけるためにディーナ自身でやったんだと思ってるんですね。やはり実の娘ではない分、他に娘2人に息子1人いますから、私もちゃんと娘として扱ってという、まあ、9歳の女の子なりの主張というのは心の中にあると夫妻も思ってるので、そう思い込んでるんですね。まあところどころ思い込みの強いご夫妻だなと思いますね。男の子もかわいそうにこの家にいたくないと言っても逃げてしまったんですけれども、ディーナのこともそういうふうに思ってしまったんですね、この時は。ところがその2日後、今度はご夫妻の長女メアリー5歳に同じことが起きてしまったんです。メアリーの叫び声が家中に響いたので、ご夫妻も慌てて娘の元に駆けつけました。すると誰かに髪の毛を引っ張られたというんです。それでようやくご夫妻は、あ、ディーナが自分でやったんではなくって、本当に不思議なことが起きてるんだと思ったそうです。しかもですね、次女のエリザ・ジェインが弟のジョニーの髪の毛を誰かが引っ張ってるって言ってたそうです、その時も。それでお母さんのスーザンはエリザ・ジェインに聞いたんですね。誰が引っ張ってたのと。どんな人がこの家の中に忍び込んでるんだろうと。
まあ、ご夫妻も必死に探してるんです。ところがエリタ・ジェイは誰も引っ張ってるんじゃなくて自然に髪の毛が空中に浮いてたっていうんですね。まあ4歳なので女の子のエリザ・ジェイもまだよくわからないまま喋ってるんだと思うんですが、自分の目の前で透明な手がその弟ジョニーの髪の毛を引っ張ったみたいなことを言ってたそうなんですね。そして極めつけの出来事が一家を襲いました。まあ、家族全員で朝食をとっている時に突然家の窓1枚がパリンと音を立てて割れてしまったんです。お父さんのジョージさんは慌ててとっさに家の外に飛び出しました。犯人がいたら捕まえようと思ったんです。岩か石か何かをぶつけて窓ガラスが割れたと思ったんですね。ところが外に出ても誰もいません。でお父さんはすぐに家に戻ることはせずに、そのすぐ近くに隠れて見てるんですね。もしかしたら犯人がまた戻ってきて石を自分たちの家に向かって投げるかもしれないと思ったんです。この時お父さんはとんでもないものを目撃しました。なんと一人手に窓は割れてるんですね。もう一つ別の窓があったんですが、それがお父さんの目の前で音を立ててパリンと粉々に砕け散るのを見てるんです。ガラス製のものが一人でに勝手に割れるのかというご意見はあるかと思いますが、実際に当期体験したことがあります。文房具屋さんにボールペンを買いに行った時にですね、目の前に置かれている花瓶がこのように上下にパカッと割れました。輪切りになったんです。この時文房具屋さんには他に数名の子供たちがいました。みんなで見てるんですね。えっていう形で何かがパリッと音がしたので上を見るとガラスの戸棚にガラス製の花瓶が置かれてあり、上下にパカッと割れたんです。輪切りにピシッとひびが入って綺麗に割れていました。この時実際に自分の目で見て、ああこんなことってあるんだなと思ってですね、ちょっと怖くなりました。やがてディーナは家の中で黒いものを見るようになりました。そしてベッドメイキングをしている時に、まあ、この時5歳の長女メアリーがお手伝いしてるんですね。もう本当の姉妹のようにディーナに懐いていました。するとメアリーもディーナと一緒に黒いものを見てしまったんです。ベッドのそばに腰掛けてるように見えたそうで、メアリーは驚いて大声を上げました。するとその黒いものは消えたそうです。あまりにも奇妙なことが続くので、やがてそこら辺の新聞社が記事にし始めたんですね。ある日ミスター・ウッドコックという男性が玄関に現れました。カナダにあるブロックベル・リコーダー・エンタイムズというところの記者だそうです。でそれで記者ですと名乗って、まあ、取材させてほしいと言うんですね。その時ディーナは連日低いうなり声を聞いているんです。それでそのリポーターはまず手始めにディーナを調べたいということで外に連れ出して、本当に低いうなり声が聞こえるのかと言ったら、本当に低いうなり声が聞こえたそうで、びっくりしてそのリポーターはじゃあこれからちょっと実験したいと言うんですね。ディーナにコップ一杯の水をこう口に含ませて喋れないようにしたんです。でその間にまたもう一度やってくれとディーナに言ったんですね。するとディーナが目をつぶると、やはり低いなんか動物のようなうなり声が聞こえてきたそうです。完全にディーナは喋れない状態で水を口に含んでるので喋れなくて、それをやってるのでもう怖くなったんですね、このリポーターも。それでお父さんの方は近くにミセス・バーンズという女性が住んでいて、なんと魔女だとみんなから言われてる女性でですね、近い将来を予言したりすることができる人だったそうなんですね。でその人に相談に行きました。するとあなた方の農場の近くに女性が一人住んでると、その女性には一人の男の子と一人の女の子がいるんだけれども、彼女があなた方の家族に対して黒魔術を使ってるって言ったんです。ですぐに近くにミセス・ウォラスっていう方がいるっていうことに気づいたんです。きっと彼女だと思ったんですね。でそこにお父さんは行って、あなた私たちの家族に何か恨みがあるのかと、何か恨みをここに向けてたら自分の家族が大変な目に遭ってるからやめてくれと直接言いに行ってるんですね。もうその頃にお母さんも神経質になっていて、教会から
神父さんを呼んできてお祓いをしてもらったり、近所の人たちがこれは清い水だから、聖水だからといって家の周りにこう水をまいてくれたりですね、もうあらゆることが毎日起きてるんです。疑いをかけられたミセス・ウォアレスは必死に、私は黒魔術などやったこともないし、あなた方家族に対してなぜ私が恨みを持たなければいけないのかと、まあ、必死に主張してるわけですね。まあ、これは135年前に起きた出来事なので、今よりもだいぶ黒魔術だったり超自然的なことに近い環境だったことは、まあ、心に留めておかなければいけません。 Just reminds that this occurred 135 years ago, so people are very close to the supernatural things at that time. 実は都市伝説で消化体というのがありますよね。第三の目と言われていまして、今の現代人はまあ、加工食品を食べたり体が汚染されているので、なかなか第三の目を開くことはできないんだけれども、だいぶ昔人間には第三の目を開いてた時代があって、かなり超自然的なこと、自然と自分たち人間が共存していたっていう時代があったという都市伝説があるんですね。消化体は実際にこの自分たちの脳の中に存在しています。しかし私たちは今その消化体が眠っている状態だと言われています。135年前の出来事ですから、その当時の人々はもしかしたら第三の目が開いていて、様々なことを敏感に感じ取っていた可能性はあるのかなと思いました。結局黒魔術を疑われたミセス・ウォアレスに対しても、この近くの判事は特に罪に問うことはしませんでした。そしてあの逃げていった男の子ディーンの時もですね、判事としては特にその男の子に罪を着せるということはなかったんですね。公平性を保とうとする判事だったのかなと思います。その後ディーナに何が起きたのでしょうか。地元の歴史学者グラハムさんによると、ディーナに関するその後の記録が全くないそうです。ところが一つだけ記事が出てきました。その事件が起きた1885年から6年が経った1891年1月14日、The Times of Philadelphia という新聞紙に小さくディーナの記事が載っています。養女でもらってくれた農場のお父さんジョージ・ダックの親戚、トーマス・ダックのもとに一時的にディーナは行っています。ジョージ・ダックが頼んでしばらくディーナを預かってほしいということで、親戚のトーマスが預かってるんですね。するとそのトーマスの家にショーマンをしているという男性がやってきたんです。ショーマンなので村から村へ旅をしながら芸をしている芸人なのか、それとも劇場でショーを見せているショーマンなのかがわからないんですが、その男性がディーナを連れに来たと言ったんですね。ところがトーマスはそんな話は聞いていないから、お帰りくださいとその男性を返しました。そして今度はトーマスの家からまたトーマスの親戚のウィリー・ダークという方がいて近くにいるんですが、そのウィリー・ダークの家にしばらくいなさいということで、ディーナはそこに行かされてるんです。まあそのもらわれた先の親戚の家をたらい回しみたいになってるんですけれども、こう詳しくはその記事には書いていないんですね。でするとウィリーの家にいたディーナのところにトーマスのところに来たショーマンが現れたんです。そしてなんと農場のディーナをもらってくれたジョージ・ダッグの署名入りの書類を持っていました。その書類にはそろそろディーナを農場に返してくれと書いてあったそうです。農場も人が足りないので、まあ、ディーナそろそろ家に帰っておいでと書いてあったそうです。それでウィリーはそれを信用して、あ、よかったねと、農場に帰りなさいということでそのショーマンと一緒にディーナを送り出したんです。それっきりディーナの姿は二度と人々が見ることはありませんでした。その農場にも帰っていないんです。ジョージ・ダックもびっくりしてるんですね。そんな書類出した覚えがないというんですね。それっきりディーナの消息は不明のままです。ディーナはどこに消えてしまったのでしょうか。できればその後の彼女の人生が幸せなものだったと思いたいです。今回はカナダ・ケベック州で起きた不思議なお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。